はい、松山社長、こんにちは。こんにちは。初めて質問させていただきます。今、ライトノベルや漫画、アニメでは異世界転生ものが流行っており、映画などでは LGBT や女性解放などをテーマにしたものが売れていると思うのですが、松山社長がこれから次に来ると考えているブーム、または売れると思われるコンテンツの傾向についてよろしければ教えていただきたいです。さあ あんま興味ないっすね。なんでしょうね、次にこういうブームが来るぞっていうのは、肌感覚で皆さん多分ね、今こういうのがこう売れる傾向にあるなっていうのは感じられてる通りだと思いますし、正直言うと売れてるのかどうかもよくわかんないけど、なんかやっぱこの手のやつ最近よく見るよねっていうのはやっぱあると思うんですね。そんだけなんかこう流れがやっぱあるんだと思いますけども、なんでしょう、私は個人的には割と冷ややかに見てますね。今こういうのが結構主流で、世の中にいっぱい並んでんのねとか、これ系のやっぱアニメがやっぱ多いのねっては思いますけども、自分はそれをね、なんかこうやりたいともやっぱ思わないですし、特に私自身やサイバーコネクト2が作るものっていうのは選ばれる一本を作るっていう、なんで他の作品にやっぱ似ていない、ものづくりをしてなんぼだっていう、そこにやっぱこうある種のこう誉れを感じてるので、あんまね、世の中の流れ知ってはいるし、もちろんこう情報としてね、見ておかなければならないし、把握もしておく必要はあるとは思いますけども、ただ次これが来るなとかっていうのははあって感じで割と楽観して見てますね。でその部分に乗るつもりもやっぱないので、自分たちは自分たちでこう信念を持ってやっぱものづくり続けていきたいなって、思っています。なので次に何が来るのかなんか知らんかな、分かんないよ。それ分かればみんなやってんじゃない そんな感じです。はい。